はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、上田だよ。本日もよろしくお願いいたします。本日紹介するのは、2月19日に発売された伊藤園ビビッツ国産桃ミックスソーダということで、開けてみたいと思います。はい、説明は後回し。まずはもうファーストインスピレーションでもう飲むだけ。ですね、はい、飲んでみます。うん、桃酸っぱい、酸っぱちょっと 甘やけど酸っぱい。うん、評価は3です。はい、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、ということでじっくりご紹介したいと思います。はい、ビビッツです。はい、国産の桃を使用しています。澄んだ、空気が甘みとろける果汁になっております。うん、まあもしかしたらファーストインスピレーションが変わるかもしれないしね。うん、かもしれない。あ、ちゃんとここは気になる方はぜひ高評価、あ、高評価じゃない、一時停止お願いします。どんだけ高評価にこだわってるんじゃない。これに、ね、なんかゆっくりと探さないとふわっと広がるそうなんで、うんですね。これじゃあこうでいいのかな。まずいことピューレ、確かにピューレみたいなのね味だったんで。うん、だから酸っぱみを感じるのかな。もう一回ちょっと飲んでみましょう。今振りましたのでね、さっきね、ちょっと飲んで。うん、あ、振るとまた違う。うん、これ振った方がいいですよ、振った方がいいですよ。うん、まあ一応酸味は変わりはないんですけど、うん、国産の桃とリンゴの果汁ピューレを使用した果汁入りの炭酸飲料、果汁 10% 未満、そして着色料もなんと不使用、桃そのものの味わいを楽しんでいただくため、国産桃を丸ごと皮ごとクラッシュしたピューレで仕上げました。まあ素晴らしいですね。国産の桃を丸ごと皮ごとピューレにしちゃったんです。伝わんねえな。うん、いやーね、本当にこうやって長々と見てくださる方本当にありがとうございます。うん、多分見てないよね、見てないよね。1分でやめてるよね多分ね、視聴ね。この視聴動画、上田の動画の視聴動画平均1分切っております。1分切ってますよ。うん、もう長々とね見てくださってる方は本当にもうありがたいと思っております。うん、もう数少ない皆さんね、本当にありがとうございます。あ、いや、これ終わってからにしましょう。ぜひですね、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。ぜひこちらも美味しかったので、ぜひ一度飲んでみてはいかがでしょうか。じゃあね。